ベニガシラヒメアオバトは小型でカラフルなハト。インドネシアの固有種であり、スマトラ島、ジャワ島、バリ島の標高線から2200メートル程度の山中の森に生息している。樹上に薄い巣を作り、白色の卵を1個か稀に2個産む。放卵期間は20日で、ヒナは生後15から16日で羽が生え揃う。 ベニガシラヒメアオバトは警戒心が強くあまり人目に触れることはない。通常は単独カバンで行動するがよく好まれるような果樹では十数羽ほどの群れが見られることもある。オスは頭から喉にかけては鮮やかなピンク色がかった紫色であり首のあたりには暗緑色で縁取られた白い首輪のような帯がある。羽や背など体の上部は緑色で腹は灰色。 おはの下のあたりは黄色である。交際の色はオレンジ色、くちばしは緑灰色で、足はピンク色である。メスはオスより鈍い色合いで、首の帯もあまりはっきりしない。幼鳥も同様で、メスよりさらに地味で単調な色である。鳴き声は柔らかく、鳳凰となく、木々の高いところでイチジクやベリーなどの小さな果実を食べる。下から見ると、 緑色の葉にうまくカモフラージュされて見つかりにくい。ベニガシラヒメオバトが生息できる森林はわずか12000平方キロメートル以下に限られており、スマトラ島で3区域、ジャワ島の16区域、バリ島の1区域のみである。それらの区域のほとんどは200平方キロメートル以下で、今もさらに縮小し続けている。バードリフインターナショナル、タリノパスポーファー,ース。 IUCN Red List of Select and Species Ver.2006 International Union for Conservation of Nature 2006年5月11日閲覧データベースエントリーインクルーズジャスティファケーションフォーホワイリススピーシーズイズオブリーストコンサーンありがとうございます